カジノスクールに通ってリーダーのスキルを学ぼうと思っています。コロナだから意味ないでしょうか。日本の IR、その、日本でカジノを作るみたいな話で、その横浜だったり、大阪だったり、沖縄だったりが手出したりしたんですけど、結局その IR 法案自体が、まあ、通りはしたんですけど、その後にその、秋元議員が中国の会社から賄賂をもらっちゃったりして、で、まあコロナもあるので、その、もともとはラスベガスのサンズっていうところが、マリーナベイサンズっていうシンガポールの結構有名なカジノとのホテルがくっついてるリゾートをやってたりとか、まあラスベガスでもサンズっていうのをやってる、大きなアメリカのグループがあるんですけど、そこが日本に対してのカジノの進出やめるって言い出したんですよね。で、まあそのカジノってある程度ノウハウがないと結構損するんですよね。皆さんカジノっていうと、そのマカオとかラスベガスっていうののイメージがあるんですけど、基本的に世界中カジノっていろんなところにあるんですけど、大体しけてるんですよ。例えばドイツのフランクフルトの空港の中にもカジノがあるんですけど、まあお客さん2、3人ぐらいしかいないんですよね。で、ラトビアとかエストニアとか、まあヨーロッパとか、まあフランスにもカジノあるんですけど、な感じで、その、結構いろんなところにカジノってちょこちょこあるんですけど、そんなに儲かってないんですよ。いや、パチンコ屋と一緒で、別にその、パチンコ屋のために日本に来る人ってあんまりいないじゃないですか。まあちょこちょこいますけど。っていう感じで、その、いちいちカジノのために海外に行く人ってそんなにいないんですよ。で、そのマカオの場合は中国人が賭け事大好きですと。でも中国本土は賭け事は禁止です。だけど、マカオって、まあ、歩いて行けるんですよ。橋があるんで。で、中国本土に歩いて行ける場所でも関わらず、カジノができるっていうので、中国人が退去してマカオに行くっていうのがあって、マカオめっちゃお金が落ちてますよっていうのがあったりするんですよね。で、ラスベガスの場合は、そのカジノがメインなんですけど、今はそのカジノの他に、そのなんか総合エンターテインメント施設みたいな感じで遊園地だったりとか、なんかそのパリの街並みのホテルだったりとか、なんかピラミッドの形のホテルだったりとかっていう、あとシルクドソレイユとか、で、ライブとかやったりとか、たまに格闘技の試合やったりとか、っていう感じでそのエンターテインメントの街としてのポジションを取ってたりするんですよね。なので、そこら辺までやって、初めてその、じゃあ家族連れが来て、で、家族はじゃあそのエンターテインメントで遊んで、お父さんは夜にカジノでお金を落とすみたいなのが成立するんですけど、今更カジノだけ作って日本に来る人ってあんまいないよねっていうのがあるので、カジノはちょっとまだ厳しいんじゃないかなと思います。まあ、ディーラーの技術を学ぶのが好きっていうのだったら、やればいいんじゃないかなと思いますけども。